出るためには障害内科が充実してないといけないんですけども、先ほど事前に院長が聞いたところだと、まあ、お正式でした。あともう一つは地元医師会との病診連携がどういう形で取られているのかというのが資料にない。でこれも少しわからない気がしました。で病床ただ埋めればいいという話ではなくて、その業務構造をどうやって作っていくのかというのをもう少し明確に出されないと、そもそも戦略が明確になるから中止予測って立てられるわけですよね。それが明確でないから中止予測が予想と全然立てられたものができてしまうというようなところがあるのではないかなと思いました。だからやっぱり各診療科ごと、それから患者数の分析、病床連携、それからどこの地域からどんな患者さんが来ているのかということがやっぱり分からないとダメなのではないかなと思います。経営戦略につきましては、今クリア委員がおっしゃったことについて次回までとは言いませんので、もっと早くね、1週間ぐらいで具体的に全部ペーパーで事務局長出してください。例えばね、BPC の問題についてやったのはいいんだけど、全然その目的とあれなのは組織の改革が進んでないじゃないかって気がするんですよね。どうも一体それは何なんだと、まあいうようなことを含めてね、ちょっとください、資料提出してください。それで、今回診療報酬の改定はですね、二次救急についてはものすごく良くしたはずですよね。4000億上がるんですね。1病院平均で1億3000万、二次救急やってるところはだいたい2億から3億上がるわけです、4月から。で特に DPC についてはですね、私はですね相当頑張ったと思うんですが、先発品については高圧品の基準価格まで下げろということを言いましたよね。で、まあ、結果的に、まあ、若槻が刷新会議に発言したら先発品メーカーの株価が 10% 下がったというのもありましたけれども、まあ、いずれにしても後発品の使用割合を 20% 超せば入院基本料はどうなるか、かなり上がるはずですよね。でそういうようなシミュレーションも12日に発表したら、地球シミュレーションして次回までにどうなるか、プラス部分をね、まあ、そういうのは全部今日のお話を参考にして、経営計画について、やってもらいたい問題だと思いますので、よろしくお願いします。で、また、スタッフが足りなければ、東尾に行きかければ、ご紹介しますのでね、BPC のプロを入れてね、本当のプロですよ。インチキプロはダメですからね、そういうような人を入れて、収入を話したい。それで、今度は福本委員にお願いしますが、3条予算と4条予算あるじゃないですか。何をおっしゃっていただきたいかというと、この豪華病院に対する責任は市にある、県にある、病院にはないだろうと思うんですよ。だから4条予算、小会計でどのくらい面倒を見るのか、それで院長先生以下、新しい独立行政法人は、3条予算の中でね、必要な税金投入の範囲内でやっていただいて、赤字は認めないと、まあ事実できないんですけどね。でそれのことについて、3条予算、4条予算についてちょっとご説明してください。